はい、どうも、メンヘラおじさんです。久しぶりにですね、蒙古タンメン、中本の北極ラーメンをね、食べながら、やっていきたいと思います。よいしょ。見えるかな？で、私はあんま辛いのは好きじゃないんですけども、その、なんていうんですかね、ペヤングの、超激辛を食べた動画と、それが、結構、なんか新たな扉を開いたようでですね、あ、これ、オイル入れます。と、カレーですね、20倍のカレーを食べた時の動画がですね、結構こう、好評っていうのもちょっとまたおかしな話なんですけども、そういうニーズがあったようでですね、本当やったらなんか新商品の、うわ、めっちゃ赤い。めっちゃ赤いよ。もう、全然こう、お湯入れた段階で、めっちゃ辛そうな匂いはめっちゃしてたんですけども、もうさらに真っ赤ですね。お湯もうちょっと継ぎ足してよかったかな。っていうところなんですけども、なんていうんですかね。まあ、ニーズがあるならちょっと取ってみようかな、みたいなところで、やっております。新商品のレビューとかね、そんなのもできればいいんですけど、まだみんなそこまでその、なんていうんですか。この食べるものに関して、ニーズがないというか、ニーズがないわけじゃないんですけども、おにぎり全部食べてみたとか、なんか新商品じゃないけども、なんかこう、辛いものもうちょっとなんかやってほしいみたいなことはあるんですけども、いまいち、その、なんていうんですかね、こう、これやったら再生数回るんだろうみたいな感じでやるのが、ちょっと恥ずかしいっていうところもあって、結構こう、なんていうんですかね、控えながら動画上げてるところでございますが、またニーズがあればね、やっていきたいなと思ってます。一応お茶だけは用意したんですけどもね、マジ匂いが辛いんですよ。そう。こんな感じでございます。辛っ！食べてないのに辛いわ。どこがうま辛いね、めちゃ辛いやん。辛っ。これ、何らかでおすすめなあかんコースですね。なんだろう、辛さ的には、痛くはないんですよ。ペヤングのあれはちょっと異常すぎたんで、痛くは、めちゃくちゃ痛いっていうわけじゃないですけど、やっぱり痛くて、で、マカラ。ラー油がまだ辛いんかな？激辛オイルが辛いんかな？これ入れてしまったことによって、もうちょっとなんか、難しくなってますね。難易度的に。で、リーの時は結局卵を入れて、卵を入れて福神漬け入れてみたいな形で、なんかだいぶまろやかにしてですね、食うてたんですけども、これ食えるかな？動画内で一応頑張ってやれるところまでやって、あとはちょっとまた薄めて、家で食すっていう形にはなるんでしょうけれども、と。汁を吸うっていう行為はあんましたくないですね、これ。辛い。大量に水入れたい感じですもん。なんでしょうね。あとなんかコンビニの中からもなんか韓国の、うま辛の麺があるからそれを買ってきたいみたいなこと言われてるんですけども。そもそも韓国の辛ラーメンとかって、なんかほんま辛いだけやんみたいな、なんかキムチとかもそうなんですけども、なんかそのイメージがあって、うま辛っていうイメージが全然ないっすよね。なんか普通にうまいだけのやつを全然紹介したいんですけども、なんかニーズ的にはそのリアクションを求められてるみたいなところがあるみたい、だというふうに聞いておりますので、それをまあ頑張っていこうかなというところでございます。大盛りはね、やっぱりちょっと今、デブのおっさんにはね、ちょっときついんですよね。辛いは辛いで、ケツが爆発するかもしれへんっていう、その、辛さですよね。食ってるときは口辛いし、こう、時間が経ったらケツが痛いっていう、そのダメージがあるんで、なかなか、なんですかね、辛い戦いにはなるんですけども、
そうですね。なんかまあ聞いた話ではその辛いのが苦手な子に辛いもんばっか食わしたらなんかこう結構好きになったみたいな話聞くんですけども、やっぱ辛いもんは辛いっすよね。うん、個人的にはなんかあの一風堂の麺とかで美味しい美味しいって言って食べるのがいいんですけども、それは重要ないんですかね、よくわかんないっす。ねえ、まあ、冷房の効いた部屋で辛いものを食って汗をかくっていうのが贅沢なあれなのかもしれないですね、今日日今。辛っ。いやー。ねえ。皆さんどんな料理さ、やっぱ美味しく食べてる方がいいと思うんですよね。なんかでも動画撮りたいなと思っても、その一緒に行った先の子がね、コートを撮るのはやっぱり、別に気が引けるっちゅうのもありますけども、まあクレーム来てますからね、あ、女の子と飯食いに行くのはどういうことやみたいな、そのクレームわけわかんないですけどね。そのクレームを真に受ける会社があるから、またなんか調子乗ってね、バッド評価とかガンガン押すんでしょうけども、すいませんね。辛いもん食ってるから辛口になってしまって。口まで辛くなるわ。そんなところですわね。だから、まあいろいろレビューとかもしたいんですけど、やっぱりやれること限られてくるんで、結構辛い、ピッチングかなと思います。辛口食べてるだけに。だと思うんですよね。もう今、そうだな、まあ、今160人ぐらい登録者がいて、で、まあ、コメントでもやっぱりアンチ、について、こう、いろいろやっぱり話していると、やっぱアンチのいない人っていないんで、やっぱこれから大きくなっていくんであれば、それはちゃんと受け入れないといけないと。見たくない人だけ、見たくない人は見なければいいやんっていう発想やったら、もうこの、言うたら、規模のやつで、ゆっくりやればいいんちゃいますっていうふうに言われててですね。まあ、確かにその通りやなと。思いますわ。それはやっぱりまあ、どのチャンネルでも嫌いなやつは嫌い、ね、嫌いな人は嫌いでしょうし、で、おっさんが上げてる動画も全ての人に受け入れられるような動画ではないと思ってるんで、しかも、喋りのノリって、なんか日によって変わるんですよね。まあ、メンヘラやから。今日うまく乗ってるなっていう日はあれば、ああ、もう今日なんかいまいちやけど、なんかちょっと、あんまり日開けたらっていうか、その時間を開けたら、再生数が落ちたりするから、とりあえずなんか上げとこうみたいな時も正直あるんですよ。なので、そういうところをですね、まあ、加味してというか、まあ、まあそこまでプロ意識でやってるわけではないんで、自分がまあしんどくならないレベルでやろうとしてるんで、どうしてもやっぱそうなってくると。なったらやっぱりね、まあ、もともとのその、まあ言えたら、アンチの人はまあ、そもそも嫌いでしょうし、まあ、おっさんのことをまあ、好意的に見てる人でも、あ、今日のノリ悪いな、みたいなところで思うところもあると思うんですね。なので、そういうところは致し方がないのかなと。ただ、やっぱそういう評価云々で、いろいろ悩むのは、やっぱり収益化してからないみたいなっていうところが、まあ、個人的なところでございますね、という感じっすね。全然ズルズルいけないですね。辛すぎて。もう辛いの食ってたら辛くて辛口になってまうわ。いろいろ違う。まあ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 。まあちょこちょこ食べながらやから、まあベラベラ喋ってますけども、なんていうんですかね、何をやればいいんかなっていうのがいまいちわかんないんですよね。まあ株の話はまだ全部棚卸ししてないんで、まずは全部棚卸しして、で、こういう辛いものも食べて、歌ってみたもやってみてっていう形 で全部棚卸しした後にまだ出せるものがないかなっていうのを考えながらやっていくスタンスになるのかなというところでございますね。で、まあ、表に出せる話よりも裏で出せる話の方が多すぎて、まあ、全然、こう、やっぱり話でできないこともあるんですけども、まあ、そこは、まあ、仕方ないなと、割り切ってですね、やっていくしかないかなと思ってます。まあ、これ自体の、このチャンネル自体も親に見せれるチャンネルになったので、それは良かったなと思うんですけども、
まあ見せてはないですけどもね。ってところかな。やっぱりまあ会社以外の居場所をきちんと作っておきたいっていうのがあるんで、このチャンネルは続けたいと思ってるんですけども、なんかやっぱアンチの方は別にいいんですけども、あの会社にクレーム入れてくるのはマジ勘弁っていう感じですね。からあーからそうなんですね。バッド評価には全く動じる気はないんですけども、やっぱりそういう、なんていうんですかね、会社にクレームとかになったら、もう私、実生活で影響出てますからね。そういうのはマジでやめてほしいなと思いますわ。おお、まだこんなにあるんかい。知るだけ捨てたいな、ほんま。っていう感じでございますね。なんだろうな。もう何やったら受けるのかもわからないし、何やったら嫌われるのかも。まあ嫌われるのはまあ、なんだろうな、わかんないな。もうそれもよくわかってないんですよね。だから本当にね、何から何まで、もう言ったら今の160人の皆様と作っていくのがまあ一番いいんだろうと思うんですよ。で、特に保険相談とか人生相談とか、そういうところでですね、いろいろ言うたら、まあ、案をいただくなりしてですね、それをさばいていくっていうのが、まあ、結構こういい流れだったんで、まあ、それがいいんかなと思いながら見てます。おい、辛い。もう11分以上経ってるけど、これで長動画撮って大丈夫かなって思ったりするんですよね。なんかそれこそズルズル食って、終わった方がいいんじゃねえのと思うんですけど、もうちょっと辛すぎて全然ズルズルいけないんですよ。時間かかる話ですわ。もうなんか15分ぐらいだったらもうちょっと、一回ね、動画止めて、で、終了ですっていう風にした方が画角的にはいいんかもしれないですけども、なかなかね、ちょっとまだ時間かかりそうですね。前はね、カレーは結構なんかコンパクトに逃げたんですよね。10分ちょいで。まあ、ご飯の量半分にしてたっていうのもあるし、で、言うたら、まあ、辛いのに対して、こういろいろなんか付け足してやったんで、いけたんですけども、ちょっとね、今だから、こう、お湯の量もちゃんと、なんていうんですかね、目分量で入れて、目分量というかその、ここまで入れろよっていうぐらいまでしか入れてなくて、全然薄めてないんで、ただただ辛いんですよね。なんだろうな、ほんと YouTube の動画やから、なんか、辛、うわ、もう死ぬっていうのをやればいいんですけども、もうちょっと一回ペヤングでやってしまったんで、あれと比較してしまうとね、なんかそれをやってしまうと、なんかすげえわざとらしく見えてしまうから、なかなかそれができないですよね。できればなんかこう、視聴者さんとか、その、消費者よりのですね、レビューができればなと思ってます。なんて言うんですかね。やっぱり、有名インフルエンサーとかがやる、言うたら商品企画とかって、どうしてもやっぱり、後ろに、こう、企業の色が出てしまうんで、まあ、それと同じことやってもしゃあないなと思ってるんで、これはうまい、これはうまくないで、うまい、うまくないで言ったら、それは、これは辛いです。辛いんですけども、言うたら、ペヤングのあの、超ウルトラ辛いやつに比べたら、まだ食えてますわ、というところをですね。完食にはまあ時間かかりますけどね。で、別で、買った蒙古タンメンのあの、ご飯物、ですよね。あの、カレー飯と同じようなやつ。あれもチャレンジしようと思うんですけど、あれセブンイレブンプレミアムなんですね。こっちは日清食品のロゴが入ってるんで、日清が監修したやつで、そういう意味ではね、正式な商品なんかなと思いながら、食ってるんですけども、ねえ、だいぶ減ってきたな。お茶500ミリ飲み切るかなと思ったけど、なんとか頑張って。喋ってたらちょっとまあマシになっていけるかな。って感じですね。で、まあ、
こうやって辛さを紛らわすためにですね、いろいろ、まあ、雑談入れてるんですけども、日清食品って今8000円ぐらいなんですよ。で、やっぱりね、宇宙食にも採用されるぐらいから、日清食品は、言うたら、まあ、資産がある程度出来上がってきたらですね、まあ、最終段階で買いたいなと思ってる物件ではありますね。別に信用で、買って、上値を狙うっていうのも、まあ、一つなんですけど、100株だけ買ってね。それぐらいのことはすぐできるんで、なんですけども、今の、まあ、商社株なんかそんな感じですよね。お金はないけど、信用で言うたら低いポジションのところで買って、高値になったら売って、3万4万稼いで、で、別の銘柄買ってっていうのを繰り返してると。本来の信用取引の使い方って多分それぐらいでいいと思うんですよね。まあ、私みたいに、もう正直なところね、金額をぶっ込むっていうのはもう経験したんで、まあ、これ以上の経験はいいかなと思ってるんですけど、どちらかというと積み上げですわね。積み上げの方に今度は興味が出てきたんで、配当で、月じゃない、年10万あるようにするのが、まあ、短期目標で、みたいな感じですね。今ね、4万5千円なんですよ。で、まあ、この週明けぐらいに、まあ、候補は5個あるんですけども、ライザップ、リソナ銀行、双日。まあ、これで大体10万円ぐらいなんです。あと、GMO フィナンシャルが8万円ぐらい。で、関西電力。まあ、どれもこれもね、上がりそうで、もう、買うのやめとこうかなと思ってるんですよ。月曜日絶対上がるんで、絶対上がるって言ったら、ちょっと、確かですけども。木金でギュンギュンって上がってるから、その分と土日のこの動き、を見ると多分上なんですよね。多分2日分の上げだけで、700円ぐらい上げてるんですよ。なので700円上げるかと言われたらそれはちょっと疑問ですけども、少なくともプラス300から400ぐらいは絶対上げるはずなんで、まあその状態の時に、物件というか、そういう証券を購入するかっていうところに対してあれなんですけども、でもまあ、そういう候補としては上げてる感じですね。今上げた5個で、配当と優待合わせたら大体1万5000円ぐらいなんで、今4万5000円やから6万円ぐらいにはなると思うんですよね。っていうことは月5000円か。まあ全部は買えないですけども、まあ、それぐらいを言うたら冬までの目標に、そりゃいいんじゃねえのと思ってます。うん。あとはだから配当とか回しながら、配当じゃないや。信用取引で、ちょこちょこ5000円、1万円抜いてるんで、そういうのをまた別の銘柄を購入するための資金でやったりとか、まあ、ですかね、信用取引の時のその、まあ、マイナス分を補填するための、まあ、現ナマであったりとかっていう形でですね、プールしながら、まあ、徐々にまあ転がしていけるやなとは思ってますという感じでございますね。もう残りこれぐらい。汁はちょっと勘弁してください、ほんまに。ちょっと無理っす。そんなところで今のところは考えてる感じですね。やばい、茶がなくなる。まあ、株に関してはまあそんな感じですかね。あとはまあ、プライベートもう婚活も全然してないですしね。なんだろう、日常でなんか喋れるネタ、歌ってみたと、飯と、株と、あとは、まあ、メンタル系か。メンタル系はあんま話してないですね。なんか、おかんにも言われたんですけど、めっちゃ焼けてるやんって言われて、こんな焼けてるやつが病人ってありえへんねんけど、みたいな感じで言われて、ちょっと引きずついているところではございますけども、そこら辺の話かな。あとは、まあ、保険の相談、証券の相談。あとは、まあ、一個言われてるのはコミュニティ、フランチャイズについて、ちょっともうちょっと深掘りしてもらえませんかということを言われてて、なんかま、事業をやるとか、そういう、ショービジネスっていうんですかね。まあ、例えば、唐揚げ屋さんとか、フランチャイズで今やってるらしいんですよ。なんていうんですかね。言うたら、持ち出しの資金がそんなにいらなくてやれるビジネスみたいな。家の近くでも、アジムドリっていうところがね、フランチャイズやってるんですけども、まあ、結構こう、成功モデルとか書いてるんですけども、客全然いないし、ガラガラなんですよね。もうそれやったらフランチャイズやらずに自分で手弁当でやった方が全然いいんちゃうかみたいな思うんで、そういう、なんだろう、実験みたいなのもやってみたいですよね。自分で、
言うたらまあ、株に関してはだからこうやって蓄財蓄財ってやってるけども、まあカフェじゃないけどもなんか蜜棒で、なんですか、カスタードを焼きやるみたいな、なんですかね、あれですわ、ご座候ってわかりますかね、大判焼きなんですけども、大判焼きになんかこういろんな具入れて、クリームとか、なんかチーズとかなんかまあ入れてとか、まあ、私はもうクリームと粒あんだけにしようと思ったんですけども、そうなんでなんか100円で売るみたいな、100円とか80円で売るみたいな形でですね、やりながら上の家で住むみたいな、そういう言うたスタイルで、いや、そのスタイルでやってる会計士もいるんですよ。なんか、結局ね、いや、結構いい益出てるみたいですよ、やっぱり。まあ、家でやってるっていうのもあるし、結局自分でカチャカチャやってるだけなんで、で、機材も多分この、ガチャンってやるやつをね、どっかで仕入れてきたらいいだけなんで、まあ、全然それはありやなと思うんですよ。あと、たこ焼き屋さんとかね。家でたこ焼き屋さんやるのは、まあいいと思うんですよね。あらーい、食い切りました。見えるかな？見えんのけ？見えんのけ？見えんのけ？もう麺がこれぐらいしかない。ね、汁はちょっと勘弁してくださいね。っていう感じで、完食でございます。どんだけ完食するのに時間かかってんねんって話ですけどね。無理っす。もともと辛いのが苦手だっていう前提で、生温かい目で見守ってもらえればなと思ってございます。まあ、そんな感じで、もうこタンメン食べながら、もう、辛いから、辛さを引かせるためにですね、まあ、なんか、いろいろ話しながらやってたら、こんな時間になりました、というところでございます。ということで、ごちそうさまでした。辛いものを食べてみた。で、ついでに、ベラベラ喋ってみたという感じで、動画アップします。